京成バスの一般路線車用、京成バスの空港リムジンバス京成バスの空港リムジンバス京成バス株式会社は、京成グループのバス事業者。かつて、京成バスとは、京成電鉄が運行するバスを指す通称であったが、同社バス部門の承継を目的として1999年1月に、現在の京成バス株式会社が設立され、2003年10月1日より、営業を開始した。 本社は、同社と同じく、千葉県市川市八幡にある、京成カード加盟店。東京都内の足立区、葛飾区、江戸川区から、千葉県北西部にかけての京成、北総、JR 東日本沿線を、主な営業エリアとする、一部埼玉県に路線を持つ。また、成田空港発着路線をはじめとする、高速バス路線を多数運行している。 京成電鉄のバス部門は、1995年の千葉県三部郡鳴門町を拠点とする千葉フラワーバスの営業を開始して、以来、地域ごとに分社化したり、グループ会社に路線を移管したりする方法で合理化を進め、比較的輸送密度の高い地域を京成バス株式会社に譲渡することで完全に分社化するという形態を取ろうとしたが、同社へのバス部門べての移管に対しては、 労働組合の強い反対があり、なかなか実行には至らず、列車の運行を1日間運休するストライキが計画されたこともある。京成バスの会社の設立から実際の運行までに4年8ヶ月もの年月を要している背景には以上のようなことがある。同社が実際の営業を開始後、千葉県内の路線でも、 東京23区と同様の表記による系統番号の導入が進められた。京成バスは2003年10月1日に京成電鉄からバス事業を譲り受けして運行を開始した。ここでは京成電鉄時代を含めた遠隔について記述する。京成バスの歴史は1930年5月10日に京成電気軌道が子会社として 京成乗り合い自動車を設立したことに始まる。京成は、これに先立って、自社の鉄道周辺に路線を有する、東括乗り合い自動車、千葉バス、両送自動車の3社を買収していたが、経営上の判断からこれらの路線を直営とはせず、新たに京成乗り合いを設立して、運営を同社に当たらせることとしたのである。京成はついで1931年12月に、 浅草を起点に、玉の井を継ぎ、立石周辺に路線を有し、電車線に一部並行していた、墨田乗り合い自動車を買収した。同社は、自動車省の柳瀬による開業で、浅草へ安価かつ乗り換えなしで出られる、交通手段として、京成電車の手ごわい競争相手となっていた。このため、買収には相当の努力を注いだと写真に記されている。 京成は、同社を買収後しばらくは監督下に置く形で、営業させていたが、1932年7月に、至り直営化に踏み切ることとなり、自動車化及び寺島営業所を設置して、その事業一切を継承した。東京においては、1933年に、中島リーチより、四次カメアリー館を、1934年に植え、平井の合い自動車より、 四次大城平井から新小岩間を継承し、さらに北は新宿、金町、水元猿町へ、東は奥戸へと路線を伸ばした。これにより従来の車庫が手狭となったことから1935年に奥戸に新車庫を設置、1937年には寺島営業所をここに移転して奥戸営業所とした。また、同年には奥戸から江戸川を越えて、 一川八幡へと路線が伸び、これによって千葉県内の路線との連絡が図られた。なおこの間、千葉県内では1934年3月に京成のり合い自動車を統合して千葉営業所とした後、周辺事業者の買収による積極的な路線拡張策が取られていた。1935年には松戸に拠点を置く東括のり合いを買収し、 松戸駅や柱霊園藤ヶ谷方面の路線を継承するとともに松戸営業所を設置した。続いて同年中に同じく松戸の渡辺慶造より松戸から市川、金町、流山へ向かう参戦を継承し松戸営業所に組み入れた。また、1936年には東金や幡間などに路線を有する東金自動車を買収。 1937年には、奈良市のみもみ館や船橋絹館などを運行する奈良市の乗り合い自動車を買収し、奈良市の営業所を設置した。戦争による物資不足により、バスの正常運行が困難となる中で、1940年代に入り、バス事業者の統合は必死の状況となった。形成は、まず東京市周辺において、 上磐線東南地域の統合主体事業者の指定を受け、これに従い、東武鉄道より、千住大橋、堀切間の路線を譲り受けたのに続き、1942年に東京地下鉄道より、旧滑地下乗り合い自動車の路線の大半を譲り受け、小松川営業所を設置した。ついで、千葉県内においても千葉市を中心とする地域の統合主体となり、 1943年に、ナルト自動車を統合してナルト営業所を設置、さらに同年、森田祐吉経営の強立乗り合い自動車を統合して市川営業所を設置するなどした。さらに、1944年に、九十九里自動車と千葉市街自動車を併合し、路線網を飛躍的に拡張した。しかし、戦況悪化の影響により、 その大部分は救出せざるを得ない状況であった。京成電鉄は、戦前の創立期より、各バス路線に路線名を付しており、京成バスになってからも路線名は使われ続けている。昭和50年代までは、バス車内に、路線案内の掲示があり、そこに路線名が記されていたため、乗客もそれを容易に知ることができた。 その後、おおむね1980年代中期より、車内には路線図のみが掲示されるようになり、路線名は馴染みの薄いものとなった。しかし、路線の新設、廃止、改変時には、路線名を示しながら案内することも行われている。一方、系統番号はまず、東京都内全域のバスについて、利便性を高めるために、東京バス協会の旗振りのもと、 全社一斉に近い形で番号が振られた。番号の付け方は各社でまちまちだが、形成の場合は原則として一路線名に一つの番号を割り当てた。したがって途中で分岐しようが、折り返し便であろうが、出入り便であろうが、同じ路線に属せば同じ系統番号である。この不番方法は都営バスと似ている。ただし、戸ヶ崎線は、 金町駅を境に分割して運行しているため、例外的にそれぞれ別の番号が割り当てられた。京成バス株式会社となり、千葉県内の乗り合い路線についても、同様の系統番号を付すようになった。ただし、千葉県内については、東京都内のように、路線名ごとに、系統番号を割り当てず、枝分岐を単位として一つの番号を割り当てた。2009年3月31日、 最後まで系統番号が付されていなかった市川営業所担当路線にも系統番号が付され、千葉県内の乗り合い路線全てに系統番号が付されることとなった。この系統番号付与は分社化で設立された京成トランジットバスや千葉、シティバスでも実施された。一般乗り合い路線の営業所は以下の通りである。なお、各路線の情報はその属する営業所の記事にて示す。 括弧内の英数字は車番に関される営業所表記である。内和共同運行会社金、中距離高速バス路線の営業所は以下の通りである。小岩駅羽田空港線羽田空港発着の高速路線は、1988年7月の千葉線開業を皮切りに、東京ディズニーランド、海浜幕張地区へと順次拡大し、さらに1990年代末頃より、 西船橋、津田沼、小岩など総武線駅に至る路線が急ピッチで開設された。2018年には東京外環自動車道が高谷 JCT まで延伸したことに伴い松戸への路線を開設した。2010年7月現在、系統の統合、延長を経て以下のような路線網となっている。いずれも羽田側に営業基盤を有する京浜急行バス。 東京空港交通のどちらかが共同運航会社に入っている。旧遊楽庁舎取る成田空港発着路線では、1980年代末より、ON ライナーと千葉線の運行を開始し、2000年代に、入り急速に路線網を拡張した。2000年以降に開設された路線としては、相模大の本厚木、吉祥寺、所沢、新百合が丘、新富士、小岩、 辻堂、大泉学園、横浜線、横浜市営地下鉄、グリーンラインの中山、市原、木更津、秘密、大崎への各線がある。鹿島号鹿島号犬吠号京成バス株式、会社設立10周年記念塗装車東京駅、発着路線は、もともと東関東自動車道経由で少数、運行されていただけであったが、1998年以降、 日東グループとの共同運行により、東京湾アクアライン経由で、房総方面に向かう路線が、相次いで新設された。2014年7月23日より、八重スロータリービル1階2階に乗車券類の、発売窓口や、待合所等の設備を兼ねた、京成高速バスラウンジを開設。千葉県内には、高速という停留所が多数あるが、これは高速道路上の停留所ではなく、 一般道路上にある高速バス専用停留所を意味する。2020年6月現在、以下3路線が運行されている。かつては、桜方面や千葉ニュータウン方面にも路線を持っていたが、現在は、全車が千葉、グリーンバス、校舎が成田空港交通にそれぞれ運行移管されている。廃止路線や公用車両や公用車両や公用車両,車両、計 スターライナー長距離高速路線はいずれも夜行運転であり、主に関西方面に向けて以下の路線が運行されている。各路線とも千葉県内を起点に西船橋駅、東京ディズニーリゾート周辺や都内を経由して運行される。運行回数はいずれも1往復である。このほか、成田空港仙台間、海浜幕張和歌山間、千葉京都間があったが、 ポーラスター号、サウスウェーブ号は、成田空港交通に、京都号は、千葉中央バスにそれぞれ移管され、京成バスでは予約などの運行支援業務のみを行っている。松戸営業所に配置される三菱不桑製車両いすず自動車、日野自動車、三菱不桑の3メーカーによって製造または販売された車両を主に導入している。この他、 一部のコミュニティ路線や高速路線用に、日産ディーゼル製車両がごく少数配置されており、また、幕張地区用連接バスメルセデスベンツスターロが15台、配置2月現在されている。一般路線車は、一部の例外を除き、新都心、長沼営業所、奈良市の出張所では、日野車、松戸営業所では三菱不走車、その他の営業所では、伊須津車が選択されている。 ただし、現在では、車庫の移転や管轄営業所の変更、路線の新設、廃止、移管、他社への異常などにより、以前に比べると営業所ごとのメーカー統一は崩れており、3メーカーの車両が配置されている営業所もある。各営業所とも配置車両の大半を大型車が占めており、それも標準的な社長のに扉車が主流である。 前乗り先払い方式の都内使用者には、終点ターミナルでの降車時間短縮のため、降車扉を幅の広い4枚折りとしているものが多かったが、ノンステップ車が主力になった現在は、一般的な引き戸が基本となっている。なお、千葉県内にも4枚折りの車両は存在するが、これは、都内と同じ目的で一部の前乗り路線用に導入されたものと、 車椅子用スロープを設置する際の構造上の制約からそうなっているものとがある。また、ラッシュ時に利用者の特に多い幕張地区や一部の団地路線では、全長のやや長い3、扉車が使用されていたが、1990年代末以降、新規には導入されておらず、代わって標準弱や長弱の4枚折り度のワンステップ車が導入されている。ノンステップ車は、 都内、千葉県内とも積極的に導入が進められているほか、抵抗会社として CNG 車やハイブリッドノンステップ車も導入されている。比較的利用者の少ない路線や境外道路を走る路線では中型車両も使用されている。都内用は前駐車。千葉県用はワンステップになるまで市川営業所の中国分線で使用される車両以外は 乗降方法にかかわらず前後車だった。このうち、市川営業所の中国分線で使用される車両は、他の中型車と比べて全長がより短い。また、中型車をベースに全長を、大型車並みに延長したタイプの車両も、船橋営業所、長沼営業所、松戸営業所などで導入されている。塗装は、一般路線車、高速路線車とも、白色、青色、 赤色の三色をまとうのが基本で、色調がやや異なるが、京成電鉄の電車と近いイメージカラーとされている。一般路線車の塗装は、白色、青色をベースに、倉下には、青帯の下に細い赤帯を巻くもので、この塗装は、京成電鉄時代から引き継がれている。ただし、新都心営業所の一般路線車は一部を除き、白色地に青色でカモメを配し、 形成と書かれた文字を入れた独自の塗装となっている。最新の高速路線車は側面に青色、赤色で、アルファベットの K をイメージして描いているが、スリット状に細い白線が入る。初代、ボルボ車原稿、下路車、シーガル幕張千葉市西部の形成千葉線、JR 総武線幕張本郷駅と、JR 京葉線海浜幕張駅周辺を結ぶ、新都心幕張線は、 千葉運転免許センターや幕張メッセ、千葉マリンスタジアムなどに向かう需要に加え、幕張新都心への進出企業の増加に伴い、1990年代から利用者が急増した。形成では、この路線に全長のやや長い3扉の車両を多数配置し、頻発運行していたが、ラッシュ時を中心に混雑が大変激しく、増便による対応も限界に達しつつあった。 このため、輸送効率の根本的な改善を目的として、1998年に、ボルボ製シャーシの連接バスを10台導入し、運用に当てていた。この連接バスは、全長18メートル、定員140名で、一般路線用の連接バスとしては、日本初のものである。シャーシは、ボルボ B10M を使用し、車体は、日本の富士重工業が製造を担当し、 接合部以外は一般の路線バスと大差のない外観をしている。なお、海外メーカー製でほぼ同一サイズの連接バスとしては2005年に神奈川中央交通で導入されたツインライナーがあるがそちらはボディも海外で試行しているため外観上の印象が大きく異なっている。カーブでは第三軸の車輪がハンドルを回した方向とは逆に動き 第二軸の軌跡を打仕組みとなっており、内輪差が大きくなることを防いでいる。このため、通常の大型バスと同じような間隔で運転でき、乗務員は大型二種以外の特別な運転免許を必要としない。ただし、全長が放棄の想定以上に長いことから、営業運行できるのは特例により許可を得た、新都心幕張線に限られている。 なおこのバスが運行する幕イ一系統の路線バスでは2006年3月より千葉ロッテマリーンズの選手たちの車内アナウンスを聞くことができ多くの注目を集めた2021年現在では小木野隆唐川優己らが車内アナウンスを担当しているなお過去においてはボビーバレンタイン、ベニーアグバヤニ、マット・ワトソン、今井俊明 渡辺俊介、成瀬義久、大松正一らが担当していた。ボルボ製の連接バスは排出ガス規制への適合の関係から2010年2月19日より順次置き換えられた。二代目となる車両は2008年以降、神奈川中央交通で導入実績のあるメルセデスベンツシターロで同社で導入されている車両と同様に、 車体幅2.55メートルのノンステップ車両である。車両愛称はシーガル幕張これまで使用してきた10台をすべて置き換え、2010年度内にさらに5台が増備された。引退したボルボ車は JR バス、関東などに譲渡されたほか、京成バスでも1台が保存されている。2021年3月30日からは3台目となる日の ブルーリボンハイブリッド連接バスが2台投入され、下ーロの置き換えが始まっている。京成バスの車両には1桁のエジプラス3桁の数字あるいは4桁の数字がついている。この番号を車両番号として各車両の管理に使用している。ここでは4506号車を例にとる。所属営業所別の記号は下記の通り。1は、篠の目車庫を含む。 なお、2桁目のメーカーの不満の癖は営業所によって、まちまちである。3.4桁目の投資番号は、2桁目と合わせて、基本的には00から99と連番で振られていく。ただし、42と49は、意味数であるため欠番となる。なお、こちらも2桁目と、同じく不満の癖は営業所によってまちまち。以上の法則から。 4506号車は新都心、営業所所属の日野車500番台の06号車となる。関東鉄道への譲渡車京成バスグループで役目を終えた車両は、全国の地方事業者に譲渡されている。1992年以降に、首都圏が使用者主規制地域に指定され、車両のライフサイクルが短くなったことなどから近年は増加している。譲渡先として、 関東鉄道などのグループ会社ほか茨城交通、川中島バス、鹿児島交通、熊本都市バス、北海道中央バス、京福バス、美北バス、中鉄バス、中鉄北部バス、東洋バス、那覇バスなど、グループ外の事業者にも譲渡されている。なお2010年の連接バス置き換えに際しては、自社ウェブ上で、ボルボ製連接バスの売却についての案内が掲載され、 2011年9月現在、鹿児島県鹿児島市内の岩崎バスネットワーク、及び、福島県白川市内の JR バス関東、白川支店に各4台上とされている。また、一部の車両はミャンマーなど海外にも輸出されている。京成バスをはじめとする、京成グループ各社の貸切バスには、共通のカラーリングとともに、コニックという統一ロゴマークが使われていた。これは、 カナックと読み、の略である。また、のように、各アルファベットがグループ会社名の頭文字にも、なっている。進化しきり共通色においては、コニック表記は廃されている。進化しきり共通色は新車に限らず、車体構成と同時に塗装変更した在来車もある。旧共通色から新共通色に、塗装変更されてから、グループ内で転属した例もある。 東京都内の営業所は、レシップ製、千葉県内の営業所は、小田原機器制が利用されている。1日乗車券、京成 A バス、京成タウンバスの都内の路線が1日乗り放題となる IC1 日乗車券を販売している。大人520円、小児2 6 0円。広報資料、プレスリリースなど一時資料。ありがとうございます。